ックでした。やらせでもう一回やろ。ゲーム違います。慶応YouTubeをご覧の皆さん、はじめまして、松本まりかです。上杉周平です。沢村一輝です。さて早速ですがですね、はい、これからゲームを行いたいと思います、はい、何をするかというと以心伝心ゲームということで、うん、もう我々撮影も始まって1ヶ月ちょっと経ってきましたけれども、さすがにもう意思疎通ができてるんじゃないかということで、あるお題に対してせーので答えを言って、うん、その答えが合ってるのかっていう以心伝心ゲームを、うん、俺一番得意なんです。合わせるんですか。、うん、このお題も一番得意なやつなんで、春といえば思いつく花は、うん、それが一番得意なお題。そうですか。どうぞ。いいですか。じゃあ僕せーのって言うんで、うん、春といえばの花を言ってください、うん、いきます。せーの、桜。え、嘘。スミレでしょ今この状態で。この状況でびっくりした。こっちもびっくりした。これびっくりしました。いきなり冒頭から万世ぶっこんでる。スミレ役名のね。いや、もう2人はもう絶対それをイメージしてると今思ってたんですよ。そうそう、思ってこれしかないでしょって言ってくれてると思って。よし、じゃあやらせでもう一回やろう。やらせで。春の花でね。スミレは1ミリもなかったですか。俺もこれとこれとこれとか言ってる間、うん、桜しか思いついてなかった。スミレね、なるほど。スミレで行きましょうか。スミレだったね。スミレで。じゃあ一応番宣なりスミレバージョンを撮ってきます。撮っとこうか。いいですか、うん、はい、じゃあ、はい、早速もう頭の中に浮かんでる。浮かびました。あ、これ俺一番得意なんですよ。ここで、あるといえば思いつく花ですか。あれしかないですよね。うんうん、やるいいですか。じゃあ僕せーのって言いますね、はいはい、言います。春といえば思いつく花は、せーの、スミレ。おお、合いますね。さすがですね。これお題にらむじゃないですか。お題にらむ。スミレってなったらもうみんなおかしいと思うでしょ。大体多分桜が大変な気がするんですよね。もう裏で何かの力が動いてるとしか思えない。みんながスミレって言ったらおかしいですね。そんなことないですよね。第2問いいですか。やっぱりあれはやっぱスミレなんですよ。そうそう、このドラマ、和菓子屋さんが、うん、ちょっと待って出てきますけど、あれ一応お題を伝えしますと、はいはいはい、和菓子で思いつくものはっていうお題ですけど、もう和菓子といえばあれしかないでしょ。でもいっぱいありますよ。あれとかこれとか話の中でも何個も出てます。確かに、うん、じゃあでもこれみんなが答えるであろうに揃えればいいです。そうですね、合わせに行きましょうね、うん、そうしましょう。いきます、はい、ではせーの、草餅。なんて言いました。なんて言いました。ヨギって、そも植物のあれ草餅だ。草餅。おかそうか、おかしいになったら草餅になる。草餅ね。俺セールであった。そういえば。草餅って。草餅って言ってた。何回も言ってますね。和菓子です。みんなすごい言ってます。ベース一緒です。ヨモギ。グダグダすぎるね。うん。カタカナの実ですからね。うんで終わったら負けだからね。ゲーム違います。そうですね、ゲーム違いますね。ミカ、カタカナのミ。あ、もうミ。普通さ、動物とか食べ物とかっていうのが雑誌があるでしょ、うん、これミから始まる言葉で思いつく言葉は合わせたいけど、ミスターゲット以外は難しいですよね。ミスターゲットしか思いつきませんね。でも頑張ってみます。そもそも思いつきませんね、うん、いいですか。あ、というか3人ちょっと揃えてみようよ。揃えられますか。俺 あの脳内を今覗いてみても。み、うん、もう絶対もう伝わった。一心伝心ゲームだ。はい、やりましょう。え、ちょっと待って。え、はい、え、分かった。うん、そうみだよ。やろうですね。もう絶対伝わってるから今頭にパッて浮かんだやつ言ってみて。せーの。ちょっと待ってください。沢村さんの実ですよね、うん、ちょっとだから今の沢村さんから伝わってくる実がありました。あの答えここに書いてあるから見てくれ。実、オッケー。それか、全然違う。せーの、みかん。
然ついてるし。ありがとうございました。ありがとうございました。毎週日曜夜10時、ぜひご覧ください。